今回はですね、Chromebook で LINE を使う3つの方法でね、紹介したいと思います。まあ、LINE はですね、基本的にまあスマートフォンで使っている方がほとんどだと思いますけれども、まあ、せっかくね、キーボードがついているので、やっぱりトークしたりするのにも、ソフトウェアキーボードよりはキーボードの方が長文なんか打ちやすいよという方もいらっしゃると思いますので、まあ、Chromebook で使えたら便利ですよねということで、Chromebook で LINE を使う方法を紹介したいと思います。 それではまず一つ目。で、環境はですね、まずスマートフォンに、まあ、LINE のアプリが入っていて、まあ、すでに LINE アカウントがあってですね、まあ、スマートフォンで通常は使っているという状態です。今回はテストアカウントとして Chromebook くんというね、まあ、そのアカウントを作ってるんですけれども、ま、あそれをね、Chromebook で使っていこうということですね。それではまずね、紹介します。一つ目の方法ですけれども、それはですね、Chromebook の ギアマーク、設定アイコンから接続済みのデバイスというところを開いてください。その上ですね、アンドロイドスマートフォンというところがあります。まあ、ここでですね、アンドロイドスマートフォンを設定することによって LINE の通知を受けることができます。また LINE の通知を受けてそれに簡単な返信をすることができます。これで LINE が使えるようになります。それでは早速やってみましょう。アンドロイドスマートフォン、設定をタップ。 そうするとですね、スマートフォンに接続ということで、デバイスを選択というところが出てきます。Chromebook にログインしている Google アカウントと同じアカウントでログインしている Android スマートフォンがここに出てきますので、接続する端末を選んでください。で、今回はね、さっきの Chromebook の LINE アカウントが入った、これはウレフォンの 11P というね、ウレフォンノート 11P という端末ですね、えー。こちらを使いますので、この端末になってますので、このまま、えー、同意して実行します。 そうすると、ここにね、ウレフォンノート 11P ということで、接続した端末が出てきて、で、ここにね、通知というところがあって、スマートフォンの通知を確認する、閉じる、返信するなどの操作を行いますというね、スイッチがありますので、ここをオンにしてください。これでスマートフォンに来た通知をクロームブックで確認することができます。で、ここにも書いてある通り、返信することもできるということで、まあ、LINE の通知もですね、ここで通知を受け取って、返信することが可能になります。 それでは早速テストしてみたいと思います。えっと、状況としては Chromebook はオンになってます。だから Chromebook は、まあ、なんかね、作業して使っていたとしましょう。ただ、スマートフォンの方はロック状態ですね。画面が消えています。この状態で LINE のトークを受け取った時にどんな挙動になるか見ていきます。それでは別の端末からこのスマートフォンの LINE アカウントに対してトークを送信したいと思います。いきます。せーの、ズキュン。はい、わかりましたかね。 今、ここ、固定電話くんからテストですというね、えー、トークが来ましたということで、ちゃんとね、こちら側のクローンブックの方に、ここですね、表示されています。ちょっとこれ画面斜めになってますけど、あの、照明がね、入っちゃって、あの、すごい光っちゃってわかりづらいんで、ちょっと見づらいけど、斜めになっています。わかりますかねこっちは6画解除特にされませんでした。ただ、通知、ね、通知が光ってますね。だからこっちも通知が来ていて、 まあ、こちらでもちゃんと通知が確認できるということで、まあ、仕事、作業ね、クロー o ックでしながら、ラインの通知をね、えー、h r o m e b o の方で受けられるということです。で、一応、ここに返信というのがありますんで、ここからじゃあ、返信してみましょうか。それでは、ここから返信タブを開いてですね、ここにね、返信を打ち込みます。返信ですというふうにね、打ち込みました。じゃあ、これで送信します。はい、送信すると、この、 あれですね、通知は消えました。そうすると、こちらの側のね、さっきトークを送ったスマートフォンの方で見ると、ちゃんと返信が戻ってきてるのがわかります。まあ、これでですね、要はこの通知欄を使って、返信とかね、そのやりとりができるということです。まあ、ただ、返信しかできないんですよ。来た通知に対して返信しかできないんですね。だから、こちら側からトークを相手に飛ばすということができないんですね。 それでは先ほどはトークだったんでテキストメッセージがここに表示されましたけど、例えば画像とかね、じゃあスタンプとか送られた時どうなるかやってみましょう。それではこちら側の端末からスタンプを送信します。送信されてね、通知は来ましたけど、固定電話くんがスタンプを送信しましたということで、そのスタンプ自体は見ることができないんですね。で当然先ほどね、返信した時もわかります通り、この返信ももちろんテキストは出ますけれども、 こちら側からスタンプを返信することはできません。だからあくまでもクローンブックの OS の機能になりますんで、来た通知、通知に対して返信するということだけしかできないし、かつテキストメッセージしか送れないということなんで、まあ一番簡単なね、使い方、OS 標準の機能ですけれども、まあただやっぱりさっき言った発信とかね、こちら側から相手にトークを送るとか、 え、画像を送るとかっていうこともできませんし、当然ですね、音声通話ですね。LINE の音声通話使ってる方もいらっしゃると思いますけど、音声通話もできません。じゃあ、音声通話が来たらどういった共同になるか見ていきましょう。それでは音声通話こちら側から発信しますね。はい。こういう感じですね。 スマートフォンの方には来るけど、Chromebook の方には全く反応がないということです。それではですね、次は二つ目の方法になりますけれども、これはですね、クローブの拡張機能の LINE をインストールするということですね。クローブウェブストアというところで LINE を検索してください。そうすると LINE のね、拡張機能が見つかります。まあ、無料のトークができますよとかですね。はい。で、スタンプも今回は使えますと。とさっきのは返信しかできなかったし、スタンプも使えなかったんですが、スタンプが使えますと。 で、グループトークもできますということで、まあ、こちらの方がよりね、LINE の機能が使えるということで、さらに LINE の機能をね、しっかりと使いたい方は、えー、拡張機能を入れることをお勧めします。これは単純にですね、Web ストアからここで Chrome を、Chrome に追加というところでインストールしてください。LINE のね、拡張機能を開くと、まあ、こういう画面になるんですけれども、ここでまあ使いたい LINE アカウントで、まあ、ログインをして使うという感じです。 ログインにはね、メールアドレスとパスワード。当然最初のね、使いたいアカウントで設定したメールアドレスとパスワードが必要になります。で、使いたいスマートフォンの、まあ、本体の LINE アプリのアカウントの設定の中にログイン許可というところがあります。今オンになっていますけど、このスイッチですね。えー、他の端末で LINE にログインすることを許可しますということで、パソコン、スマートフォン、タブレット、ウォッチなどって書いてありますけど、当然ここはね、クロー b ブックも含まれています。だからここをオンにしとかないと使えません。 そうすると、拡張機能の方はね、まあこういった形で、まあ普通にですね、そのチャット画面が表示されますので、まあ先ほどのね、返信だけとは違って、まあ自分からも送信ができるし、スタンプも見ることができるし、そのやりとりもしっかりと確認できるということで、まあこちらの方がですね、やっぱり専用のね、拡張機能ということで、まあこれであれば、トークであれば特に問題なく利用できるかなと思います。 で、先ほど音声通話ね、やりましたけど、ここに出てますね。で、やっぱりこの拡張機能を使っても音声通話は、まあ、使えないんですね。この機能を使いの OS バージョンに対応していませんということで、一応通知があった、通知っていうね、あの通話の、音声通話があったことはわかりますけれども、まあ、実際は、ま使えないということです。じゃあ一応、まあ、試しにね、スタンプを送ってみます。さっきの OS の機能だけね、フォームハブの機能だけでは、スタンプは見れなかったんですけど、えー、ちゃんと見れるかやってみましょう。 それではこちらからスタンプ送ります。送信。はい。ちゃんとね、ここにスタンプ表示されました。で、今ね、フォームハブで、えー、OS の方にも設定してますんで、一応通知もね、出てきたということです。で、これね、フォームハブ外しても、こちら側だけでは見れますので、まあ、両方入れてけば間違いないと思いますけどね。それではですね、このフォームハブの方の OS の方の機能ね、これ通知オフにしちゃいます。ここ今、通知ね、オフにしました。 えー、これで LINE の通知が来たらどうなるか。しかもこれをじゃあ閉じておきましょうかね。これも閉じちゃいましょう。この LINE のアプリも閉じちゃいましょう。それで通知が来るか確認してみましょうか。えっと、今ね、ブラウザも一応閉じてるし、さっきの拡張機能も閉じてる状態です。これでね、スタンプを送ってみたいと思います。送信。あ、はあ、反応なしですね。今。 ブーブーって落としましたんで、スマートフォンには当然通知が来ています。ここも光ってますね。ただ、Chromebook の方は、やっぱりね、あの、アプリを閉じてしまうと来ないっていうことですね。で、さっきのフォンハブ、OS の方も切ってますんで、全く通知は来ません。それではしつこいようですけど、LINE の拡張機能は一応ログインをしておいて、で、まあさっき閉じちゃったんですが、一応小さくしておきましょう。で、Chrome ブラウザは一応閉じています。要は拡張機能だけが、まあ起動しながらも、 一応小さくなっている状態です。この状態で通知が来るのか見てみたいと思います。それではスタンプを送信。ああ来ましたね。ここで、あの OS の方のね、フォン幅切ってますけど、拡張機能の方の通知が、まあ、ブラウザの通知が出てきましたね。あれ、ただ、ここの上には表示されないんですね。だから一瞬こうね、だからブラウザの通知みたいな感じですね。一瞬表示されるだけで、まあ一応ポコポコって音もしましたんで、まあ気づくとは思いますけど、 えー、ただ、挙動的には、やっぱりこう、履歴が残らないような感じになるんですかね。えー、なので、やっぱりね、OS の標準機のフォーンハブと合わせて使った方が通知には気づきやすいかなと思います。まあ、もちろんこれを開けばですね。はい、この、チュッチュしてるね、スタンプが来てますけれども、えー、開けば当然見れるんですけども、閉じてると、一応ここに一瞬ね、パッと、ポップアップされるという感じです。それではね、さらにしつこいようですけども、今度は、 この拡張機能はね、一応ログアウトしないで開いた状態で小さくしておきましょう。で、設定からね、フォームハブの通知、これオンにします。だから OS 側でも通知が来るようにします。まあ、これは当然来るんですけど、今度は、このね、Chromebook を、いわゆるスリープ状態にしたら、どういう感じで通知が来るのかね、さっきのポコポコって音がするのかどうなのか見ていきます。 だから、クローンブックをね、閉じちゃいますね。この状態で、えっ、ー、と、送信したら、えー、トーク送信したらどうなるでしょうか。それでは、送信します。ほいはい。わかりましたかね、えー。スマートフォンの方には、一応ね、通知入ってきましたけれども、まあ、こちら側では何にも音がしないということなんで、ク、え、ロームブックの方は、基本的には画面がついてないとね、だから使ってる時、自分が使ってる時に通知がわかるっていう感じです。 まあ今見ていただきました通り、こちら側にはね、当然普通にスマートフォンには通知が行けます。今ここ光ってますよね。ただクロームブックの方は全く通知がないんですね。音も鳴らないので、基本的にわからないということです。まあ今までの機能はですね、やはりそのフォンハブ、あくまでもスマートフォンとこれを連携して使う、要はスマートフォンあっての クロームブックみたいな感じなんですね。で、拡張機能を基本的にスマートフォンがあって、まあそれをパソコンで使えるようにね、パソコンの大きい画面でまあトークを返したりできますよっていう機能になりますんで、えー、あくまでも通知の方は基本的にまあスマートフォンで来るとか、あるいは使っている時ですね。画面をつけて使っている時にしかわからないということです。だからスマートフォンで例えばこれをバックに入れたりポケットに入れていても音やね、振動で気づいたりしますけども、まあそういった感じでは当然使えないということになります。 それでは最後は LINE を使うね、3番目の最後の方法になります。これはですね、もうスマートフォン用の LINE アプリを Chromebook にインストールしてしまうという方法ですね。まあ、ご存知の通り Chromebook は最近 Google Play ストアが使えるようになって、Android のアプリね、まあ、一部ですけれども、まあ、使えるようになりました。まあ、その中で普通にですね、Android スマートフォンに使っている、要はフルの LINE をですね、フル版の LINE をインストールすることができます。 それではインストールして使ってみたいと思います。それではですね、Android 版の LINE をね、インストールしてみました。まあ、ここで注意しなきゃいけないのは、LINE ってマルチデバイスに基本的に対応していないんですね。まあ、あくまでもスマートフォンのアプリがあって、その通知を拡張機能で受けるとか、まあ、Chromebook のフォームハブの機能で受けるっていう感じなんですけど、今度は Android アプリなんですね。Chromebook にインストールしてるけれども、Google プレイストアから インストールした Android アプリなんですよ。だからこれはマルチデバイスに対応してないので、こちら側にこのアカウントでログインすると、こちら側からはこのアカウントは消えますので注意をしてください。で、まあ、アカウントの引き継ぎしている分にはまた戻せばいいんですけども、まあ、ここで新規登録でね、同じ電話番号なんかで、これに使ってるね、今本体で使ってる電話番号でログインしてしまったりすると、 今までのアカウントが消えてしまったりするケースもあるので、これはすごく注意してくださいね。あくまでもこのアカウントをこっちに丸々移すよっていう感じで、要はログインで使ってください。そうしないとですね、今まで皆さんが使ってたアカウントが消えてしまうということがありますんで、これはね、もう LINE は本当にね、えー、生活のインフラになってますんで、本当に注意してくださいね。それではね、今回私の場合は、このね、 スマートフォンに入ってたアカウントを完全に一応じゃあクローンブックのこちら側のね、え、アプリに移行してですね、使うということになります。で、ここでね、LINE のログインとかが出てきますんで、今一番簡単なのは QR コードでログインということで、まあこちら側にね、QR コードを表示して、なんかそれを読み込ませような感じでね、簡単に、え、アカウントに移行ができますんで、これでやるのが一番、まあ簡単かなと思います。あと電話番号でログインとかね、やるんですけども、この時にその電話番号ね、気をつけないと、下手すると消えてしまうということです。とりあえず QR コードでログイン。 それでは、クロームブックの方に入れた LINE アプリに、先ほどのアカウントでログインをしました。クロームブックにねくんになりましたね。まあ、ただ、さっき QR コードでログインすれば簡単ですよって言ったんですけど、なんとね、クロームブックの QR コードが読めないんですよ。カメラがね、あの、起動するんですけど、 フリーズしてしまって動かないんですね。だから結局、普通に電ア番号でパスワードを使ってログインをして、まあアカウント移行しました。やっぱりね、クロームブックって前々から言われてますけど、まあアプリがね、インストールできたりするんですけど、やっぱりうまく使えなかったりすることがあるので、まあもしかしたら他のクロームブックでは普通にね、カメラを使って QR コードでログインできるかもしれませんけど、とりあえず私が使った今回の端末では一応カメラ起動するんだけどもフリーズして使えないということだったんで、やっぱりクロームブックのね、これはあるあるですね。Android アプリが必ずしも しっかりとね、動くとは限らないということです。まあ、それでも一応ね、アカウントの方は移行できましたので、ちょっとこれでテストしていきたいと思います。それではね、とりあえず今トーク画面開いていますので、まずスタンプ送ってみましょう。はい。普通にね、あの、表示されました。ただ特に通知みたいなものはないんですね。えっ、ー、と、Chromebook の設定で今ね、LINE の通知は一応オンになっているんですが、まあ、画面開いてたからかな。じゃあこれ画面をオフ。 例えば、スマートフォンだったら、えー、アプリをキルしている状態ですね。えー、オフしている状態で、まあ、これで通知が出るかやってみましょう。それではね、スタンプを送ります。い。あ、出ない。<laughs> あ、そうなのちょっと私いつもね、あの、アンドロイドアプリって使わないんで、あ、そういう挙動なの全然この通知とか出てこないんですかね。使いづらいですね。あ、来た。<laughs> めちゃくちゃ遅いな。 一応、来ましたね。これ普通の通知かなあ、そうですね。普通にタップすると、えー、まあ、アプリが開くということなんで、この辺は Android スマートフォンと、まあ似たような挙動ですね。通知をタップすることによって、まあ、開くということです。ちょっと通知遅かったですね。もう一回じゃあオフして、今アプリ、切れ、切れ、キルしてますね。まあ、今アプリね、消した状態です。閉じてる状態です。で、もう一回じゃあ、えっ、ー、と、スタンプ、送信。 ああ、来ましたね。さっきたまたま遅かったですけど、でも、まあちょっと遅いかなっていう感じですね。まあ一瞬遅いけど、まあ一応通知来ますよということです。だからこの辺は、やっぱりね、android のアプリ入れると、まあ、若干スマートフォンっぽく使えますね。音もね、本当にあの LINE のね、通知音になってるんで、まあこうなってくると、えー、本当にね、LINE のアプリしっかりと使えてるかなという感じです。それでは、今まではね、音声通話、拡張機能とかね、ホームハブでは使えなかったんですが、 音声通話できるかやってみたいと思います。こちら側からですね、音声通話、コールしています。ああ、もう普通ですね。普通に Android アプリといった感じです。もしもし。もしもし。一応ですね、ちゃんとあの、音声通話もできてますね。それでは最後ですね、まあ、スマートフォン用の LINE アプリを入れてますので、まあ、例えばスマートフォンやタブレットであれば、この状態で、 まあ、ロック状態と言いますかね。画面を消しても通知は来ますよね。それが Chromebook でできるかどうか見ていきたいと思います。拡張機能やフォームハブの場合は、やっぱり画面をオフにしてしまうと通知来なかったんですけども、じゃあ、スリープ状態と言いますかね。まあ、ロック画面状態ですね。まあ、これでロックされている状態だと思います。これでこちら側から LINE 送ってみたいと思います。通常であれば、さっきの LINE のね、トークのね、えー、通知音がするはずです。それでは、行ってみましょう。送信 来ないですね。ちょっとさっき通知遅れてたりするんで、もうちょっと待ってみますか。やっぱ来ないですかね。だからやっぱこの辺が、例えば android タブレットみたいに使おうと思ったら、使えないっていう可能性はありますよね。ちょっともう一個、もう一個スタンプ送ってみますね。送信。ダメ。じゃあもう通話してみましょう。こっちから音声通話。えー、こっちからね、音声通話しています。はい。 うん。コールしてるけど、ダメですね。じゃ、この状態でつけたらどうなのかな <laughs> この状態で、ロック解除はい。来ないね。ここに来てるあ、ここに不在者着信って出てますね。3分前。どういうことでも、いずれにしても、 来てないっすね。じゃ、こっから、LINE アプリ。ああ、LINE アプリ開いたら来ましたね。<laughs> はい。まあ、やっぱりでも画面ロック、閉じ、閉じてるとやっぱ通知とかね、ちゃんと来ないみたいですね。ということで今日はですね、Chromebook で LINE を使うね、3つの方法ということで、1つはフォーンハブってね、OS に搭載された機能で、まあ変と、まあ通知のチェックができますよというね、まあ1つのやり方。もう1つは、 クロームブラウザの拡張機能でラインがありますので、それを入れることによって、まあ、トーク画面ですね。音声通話とかできませんけど、まあ、トークやスタンプ、あと画像の添付なんかもね、できますかね。えー、まあそういった形で、まあ、こういったキーボードを使った長文のね、トークのやり取りなんかするにはまあ結構使えるかなと思います。で最後の方法は、まあアンドロイド用のアプリを まあね、クローンブックにインストールして、まあフルのね、えー、LINE アプリを使うという方法だったんですけども、ただこれはですね、まあ機能的にはね、一応ほぼいろんなね、えー、その LINE の機能使えるんですけども、やっぱりアカウントがこっちに移ってしまうということなんで、皆さんが使っている、スマートフォンで使っているメインのアカウントを、クローンブックにね、Android アプリを入れてやるっていう使い方はだからできないっていうことですね。だから、スマートフォンにメインのアカウントを入れながら、かつ、 ま、クロームブックで、そのアカウントを利用したいということであれば、やっぱりフォーンハブに入れるか、え、さっきの LINE のね、拡張機能を入れるっていうのがいいのかなと思います。というか、むしろ両方入れた方がいいんですよね。やっぱりあの拡張機能そのものは、ブラウザが立ち上がっていないと、ま、通知が来なかったりするので、ま、それをね、カバーする意味でも、OS の標準機能ね、えっと、Android スマートフォンと Chromebook を連携させる機能を使うことによって、Android の、ま、通知をここで見ることができるし、ま、あるいは LINE 以外の通知なんかもね、 ここで、例えば、SMS とかね、見ることができますんで、まあそういった部分でも、まあ Android スマートフォン使われている方はですね、まあ一応フォンハブで連携をして、かつ LINE を使いたい方は、クローブの拡張機能を入れる。まあこれがベストな使い方かなと思います。注意点はですね、まあくれぐれも Google Play ストアからダウンロードした Android 用の LINE アプリに、今ね、既存で使っているアカウントの電話番号でログインして新規、 作成しないことですね。アカウントを新規作成しないことです。新規作成してしまうと前のアカウントが消えてしまいますので、それだけは注意をしてください。はい。今回は以上です。